もたちの夏休みも残りわずかとなってきました。そこで今日は自由研究にも人気の昆虫標本が集まる場所からお伝えします。東京大学が集めた秘蔵の標本が多数展示されているそうです。村上さん、かっこいいカブトムシ、子供の頃友達とよく競わせてたのを思い出します。こんばんは。今日のイブニングライブは東京メトロ湯島駅から歩いて数分のところにある文京区教育センターにやってきました。こちらでは東京大学が140年もの歳月をかけて集めたクワガタやトンボ、ナナフシなどさまざまな昆虫3700体の標本を集めた展示会、東大昆虫館が行われています。ここからは東京大学の矢後正也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。矢後さん、その140年の東大の研究、どういったものなんですか？はい、実はですね、東京大学というのは日本の昆虫学の発祥の地でもありまして、当時は養蚕学ですとか害虫学をメインとしていたのですが、実はそういった標本ではなくて、はい、だけではなくて、それ以外にも大体明治から大正期に集められた、こちらベッコウトンボをはじめとする貴重な標本をこちらに並べております。はい、そんなに古い標本もたくさんあるというのはびっくりなんですが、はい、そんな中でも矢後さんがぜひ見てもらいたいと思う標本というのは、はい、こちらになります。はい、こちらはですね、環境省の種の保存法の国内希少野生動植物種等に指定されている鳥類になります。小笠原の鳥もいますね。はい、こちら小笠原シジミというんですが、これは小笠原の固有の鳥なんですけれども、小笠原はこちら外来の北米原産のトカゲグリーンアノールというのが入ってしまって、はい、でそれであらゆる昆虫が、食べられて絶滅、あるいは絶滅寸前に陥っておりまして、そのうちの一つもこの小笠原シジミとなっております。標本からそういう種の保全も学ぶことができるわけですね。はい、この東大昆虫館、本来は午後5時までなんですけれども、開館時間中は子どもたちもやってきていて、こうメモを一生懸命取りながら昆虫に向かい合っている子どももいました。どういった感想を持ったのか話も聞いています。なんで今日来てみようかなと思ったの？ちょっと自由研究にできるかなってちょっと思い、あそこの上にある蝶のやつが、こっちから見てる方ではすごい綺麗なのに、反対側から見るとすごい落ち葉とかにしか見えないなとか思ったしました。なんかいっぱいメモ取ったけど見せてもらってもいいですか？すごい、これは何を書いてるんですか？蝶のから体の色や特徴を書いています。いい自由研究できそうですか？多分できそう。一生懸命子どもたち自由研究に取り組んでいますけれども、はい、テーマを決めるときなどのアドバイス、何かありますか？はい、こちらには標本以外にもさまざまな最新研究も含めた解説パネルも用意しております。で、単にこちらはですね、読んで学ぶだけではなくて常に疑いの目も持って見てほしいと。本当にそうかなというのを考えることが大事ということなんですね。はいはい、実は昆虫というのは分かっているようで分かっていないことが多いので、疑いの目を持つことによって科学する心も一緒に育けると思っております。そして実は今回特別に普段は展示していない貴重なものも持ってきていただいたんですよね。はい、それは、はい、実はこちらにあります。バー、綺麗、蝶々。はい、こちらブータン国王陛下から死んでいただいたブータンシボリアゲハという蝶になります。どういうところが貴重なんですか？はい、はい、実はこれは私を含む日本人とブータン人との共同調査隊によって約80年ぶりに再発見された蝶なんですね。で、発見された当初ブータンというのは世界屈指の環境立国で、はい、持って帰ることはできなかったんですけれども、実はこの年2011年に、私たちが発見した、数ヶ月後にブータン国王陛下が、国賓で日本に来日されました。はい、で、実はその時にこちらの標本を持ってきてくださったという経緯があります。ね、はい、こちらの標本に関しては今度の土曜日、はい、矢後さんが行う講演会でも提出されるということなんですね。はい、皆さんぜひ足を運んでみてください。東大昆虫館は10月まで行われています。以上、イブニングライブをお伝えしました。